小倉井筒屋で5月31日から江戸伝統の味と職人の技大江戸店が始まりました。資生堂パーラー銀座本店からシェフが3人来場し、オムライスやパフェなどの人気商品を提供しています。その他寿司や天ぷら、カレーパンなどその場で職人らが腕を振るうイートインコーナーも人気となっています。会場には金物やビーズ、江戸切子、江戸ごまなど工芸品の職人も多く来場し、来場客の関心を集めています。市松人形を展示する歌舞伎屋には、先々代の社長が作ったという人形が修理で持ち込まれたこともあると老舗ならではのエピソードも明かしました。同イベントは6月6日までの開催となっています。以上、小倉経済新聞がお伝えしました。